おむすびコロリン。むかしむかし、働き者のおじいさんが山で木を切っておりました。お昼になったので、おばあさんに作ってもらったおいしいおむすびを食べようと、木の切り株に腰をかけました。今日のおばあさんのおむすびもとてもおいしそうじゃの。早速いただくとしようか。とおむすびを一つ口に運ぼうとしたところ、うっかりおむすびを一つ落としてしまい、近くの穴へコロコロと転がり落ちてしまいました。おやおや、せっかくおばあさんが作ってくれたおいしいおむすびがもったいないことをしてしまった。おじいさんがおむすびが落ちてしまった穴をのぞき込むと、なんともかわいらしい歌が聞こえてきました。おむすびコロリンすっとんとん、コロコロコロリンすっとんとん。これはかわいい歌声だ。どれ、もう一つ。そう言うと、おじいさんは持ってきたおむすびをもう一つ穴の中へ落としてみました。すると、おむすびコロリンすっとんとん、もう一つコロリンすっとんとん。またかわいらしい歌声が返ってきたのでした。これは面白い。おじいさんはすっかり楽しくなってしまい、持ってきたおむすびを全部穴へ落としてしまいました。おやおや、おむすびがなくなってしまった。それにしても誰が歌っているんじゃろうか。歌声が気になったおじいさんは穴の中に入ってみることにしました。ありゃりゃ。穴に入るときに足を滑らしてしまったおじいさん、おむすびのようにコロコロ転がりながら穴の中へ落ちていってしまいました。あいたたた。おじいさんが目を開けると、目の前にたくさんのネズミたちがいたのです。今度はおじいさんが落ちてきたぞ。あのおむすびをくれたのはおじいさんだね。ネズミたちはおじいさんへお礼を言いました。家に帰ったおじいさんはおばあさんにネズミたちのことを話し、次の日たくさんのおいしいおむすびを作ってもらって、またネズミたちの穴に入っていきました。今日もおむすびごちそうさま。今度は僕たちがごちそうしますよ。そう言うとネズミたちは、お餅よぺったんぺったんたん、もひとつぺったんぺったんたんと歌いながらお餅つきを始めました。お餅をごちそうになり、もう一つのお土産に欲しいものを何でも出せるという打ち出の小槌をもらいました。家に帰り、おばあさんに欲しいものを聞くとこう言いました。うちは子供がいないから可愛い子が欲しいね。よし、可愛い赤ちゃん出てこい。おじいさんが小槌を一振りすると、おばあさんの膝の上に赤ちゃんがいるではありませんか。おじいさんとおばあさんはその赤ちゃんを育てながら、末永く仲良く幸せに暮らしましたとさ。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。